今日はシングル世帯に非常に助けになるこちらのお掃除ロボのご紹介をさせていただきたいなと思います。まあ、このロボのおかげで家事が非常に楽になっていまして、まあ、今私子供2人いるんですけれども、掃除に関してはこのロボに頼ってやってもらっております。まあ、こちら非常に使いやすいロボですので、ご紹介を少ししていけたらと思います。で、選ぶ上でのポイントはやはり人間の代わりの性能を持っているのかどうかというところが重要になると思いますので、その観点でご紹介していこうと思います。まず最初に本体について簡単に触れておきたいと思うんですが、後ろはダストボックス、それから水のタンクがついています。で、今前お見せしているんですが、前は DTOF 方式のライダーといった光を使った距離測定技術が入ったロボットになっております。後ほどご紹介するんですけれども、これによって瞬時に部屋のマップを読み込んで隅々まで掃除をしてくれるといった機能が搭載されています。で、下側を見ていただきますと吸入口がありまして、でちょうど真ん中の方に左右タイヤがついています。で、かつ、まあ、触覚と言ってもいいかなと思うんですけれども、ハボキみたいなものがついていると。で、今タンクを外したんですけども、簡単にタンクが外れまして、まあ、中身をお見せをしますと、この中にフィルター類が入っております。フィルター自体も非常に簡単に交換することが可能になっておりまして、まあ、付属でもフィルターが1個ついております。まあ、合計2個ついております。Amazon でもフィルターは買えるようになっております。で、このような形で、またはめ込んであげて、でそのまま閉じてしまえば OK と、非常に簡単な簡素な構造になっています。で、こちらが水が入るところになるんですが、こちらのロボット掃除機に関しては水拭き機能というものもついております。非常に便利なロボットになっています。で、こちらがダストボックスになっていまして、この中にゴミがたまる仕組みになっております。 1A 方式になっております。はい、で、こちらもそのままはめ込んでカチッというところまではめてあげればそのままつきます。で、今度はこちらの吸入口なんですが、吸入口に関しても非常にシンプルでして、まあ、ゴミが結構つきやすいと思うんですけれども、まあ、このブラシ自体も取れる構造になってますので、ゴミがついた場合でもすぐに洗って使えるようになっています。はい、非常に簡素な仕組みになっておりまして、蓋を取り付けてあげれば OK と、まあ、いうことになっています。それからこちらがローラーになりまして、で、今去っているのがハボキになります。後ろに関してはこんな感じになります。あと今こちらが前側に今変えたんですけれども、前に関してはこのように脱落しないようにセンサーがついております。まあ、このセンサーをで感知することによって段差があるところなんかでも止まってくれるようになっていると、まあ、いう仕組みになっています。で、こちらの方なんですが、水拭きするときに使うための台座になっておりまして、まあ、こちらが付属でついております。で、さらにこちらがモップになるんですけれども、まあ、このモップも2枚ついているんですけれども、まあ、こちらのモップをつけるということによって水拭きができるようになります。で、あとはこのように白い部分にはめてあげるだけで3箇所ではめるようになっているんですけれども、このような形ではめてあげて、で、この裏に関してはマジックテープになっています。3箇所で留められるようになっておりますので、
掃除する時も途中で外れたりするようなこともない、しっかりとした取り付けができるようになっております、はい。まあ、もちろんゴシゴシこするということはできないんですけれども、まあ、水拭き、軽い水拭き程度は、まあ、できるような、まあ、構造になっているというのが、こちらのネオボットの特徴になっております。充電ステーションなんですが、まあ、こちらは掃除が終わった時なんですけれども、まあ、後ろ側にロボットがバックして、ちょうど今、左右上のところに、金属部があるんですが、まあ、そこのところと、ダストボックスとがついて充電が始まります。で、裏はこんな感じになっておりまして、まあ、最後掃除が終わると、まあ、従来の掃除機のように、まあ、吸引が始まるようになっています。で、ここの蓋を開けますと、このようにダストボックスがありまして、まあ、ここにゴミが溜まるような、まあ、構造になっております。で、これがだいたい2ヶ月ぐらい使えるものになっているようですので、まあ、掃除をする頻度にもよるとは思うんですけれども、まあ、こちら2ヶ月に1遍ぐらいを目安に交換をすると。こちらのダストボックスに関しても、Amazon で普通に変えてしまうものですので、まあ、特に取り替えするときなんかも、まあ、困らないものになっておりますので、安心して、まあ、使うことができると。いうものになっています。で、後ろ見ていただきますと、後ろは普通にもうコードを挿すところがあるぐらいになっております。非常にシンプルな構造になっておりますので、まあ、置くところも特に困らないと思われます。中見ていただきますと、中はまあ下、一番下がまあフィルターになっている程度で、まあ、横からロボットのダストを吸引して、先ほどのダストボックスにゴミを溜めていく構造になっています。人間の代わりとなる性能を持っているかということで、一番重要になるのはこのロボットの動きになります。今子どもの机の下を掃除してるんですが、しっかりと机の下とその足を、まあ、隅のところまで、まあ、歯ぼきがありますんで、まあ、その歯ぼきを使って先までしっかりと掃除をしてくれているのがお分かりいただけるんではないかと思います。で、かつ今ハンガーの下なんですが、入れるところに関してはしっかりと隅々まで掃除をしてくれます。で、円になってますので、まあ、歯ぼき1個しかついてないんですけれども、まあ、ピボットしてくれますので、まあ、それによってまあ、歯ぼきが一つであってもしっかりとホコリを取ってくれるようになっています。で、今センサーが光っているのが見えるかと思うんですが、このディートフのライダーという光を使った距離の測定技術、まあ、これを用いていますので、机、それから机の足等に、まあ、干渉するということも、まあ、ほとんどないといった状態になっておりますんで、まあ、ロボット自体の、まあ、傷、破損、まあ、その辺とも気になると思うんですけれども、かなり極限まで干渉というのは抑えられているというのもお分かりいただけるんではないかなと思います。今棚の下掃除してますけど、かなり低いところであっても掃除をしてくれます。 8.7 センチまでの高さに対応しているということになりますので、隅々まで掃除をしてくれるのもよくお分かりいただけるのではないかと思います。またこういった段差も家の中にはあったりすると思うんですけれども、こういった段差を乗り越えることもしっかりとできるようになっています。かつこのように輪郭をなぞるような形でまず掃除をしていくというのがこのネオボットの特徴になっております。こちら今玄関なんですけれども、今段差があるんですが、この段差を乗り越えると落ちてしまうんですけれども、しっかりと段差を乗り越えないようにセンサーがついておりますので、しっかりと輪郭をなぞるような形で掃除をしてくれます、はい。
ちゃんと段ボールも避けてくれますし、廊下の輪郭もしっかりと守れます。続きまして洗面所ですけども、暗くしているんですが、まあ、暗いところでも掃除はしてくれます。今台に干渉しているんですが、これまだマッピングデータが完成していなくて、初めて今ロボットが入る状況です。まあ、そういった中ですと、こういったコードに当たったりだとか、あとこういったトイレ、今、はい、当たってますけれども、こういったところにやっぱり当たってしまったりっていうのがありますので、まあ、ロボット自体少し、まあ、最初のマッピングをするときだけなんですけれど、傷がついてしまう場合というのが、まあ、正直あるかなという気は少しします。もう一回覚えてしまえば、あとは問題なく、干渉することなく掃除をしてくれるようにはなります。ロボットの掃除のパターンということで、もう一度お伝えしますと、今これがマッピングのデータになっております。で、最初はこのマッピングを収集するんですけれど、その後ロボットはこの間取りに合わせて、輪郭に合わせて掃除をしてくれるようになります。ですので最初マッピングを生成するのに少し時間がかかりますが、2回目の掃除以降はこのマッピングデータが収集されておりますので、最初からこの間取りの輪郭に沿ってまず掃除を始めてくれるようになります。一通り輪郭をなぞった掃除が終わりますと、今度は各フロアごとで往復をしながら掃除をするようになります。今こちら掃除してるんですけれども、行って帰って行って帰ってということで、一つずつこうなぞりながら掃除をしていっているのがお分かりいただけるんではないかなと思うんですけれども、まあ、このような形 で今ちょっと音が大きくなったと思うんですけれども、これ今一番最強の状態で4000パスカルという吸引力を出しているんですけれども、これはもう20万円相当の掃除ロボット、まあ、5000パスカルっていう吸引力を持っている掃除機があるんですが、まあ、それに匹敵するぐらいの吸引力を上げることができる。まあ、このぐらいまで上げちゃうと結構音としては大きくはなるんですけれども、まあ、通常、まあ、大体1500パスカルぐらい、まあ、標準の吸引力で、まあ、掃除をしているわけなんですけれども、まあ、そのぐらいでしたらもう全然音も気にならない。先ほどまで輪郭を描いて、まあ、掃除を隅まで掃除をしていましたけれども、まあ、これが今の先ほどまで掃除をしていた吸引力、大体1500パスカルぐらいの吸引力で掃除をしているわけなんですけれども、まあ、このぐらいの音としたら全くもう全然気にならない、耳障りにならないぐらいの音量になっておりますので、まあ、音も全然気にならないといった形になると思います。で、こちら今またマップなんですが、まあ、行って帰って行って帰ってということで、まあ、往復して、まあ、掃除をしているのがお分かりいただけると思います。まあ、これを見ると今ロボットは何をしようとしているのか、何をしているのかというのがよくわかると思います。で、かつ今下に水量と吸引力ってあるんですが、まあ、4段階で調整ができます。で、水拭きもできるんですけれども、タンクに水を、まあ、入れれば水の量自体、突出量自体も調整ができるようになっておりますので、まあ、非常に優れた機能を持っていると、まあ、いうことになります。それからこの掃除ロボ自体は途中で中断することもできます。まあ、このように今中断しているわけなんですけど、まあ、電話がかかってきた時とか、あとはお客さんが来た時とか、まあ、そういった時にこう中断するということができます。で、今また再開しましたけれども、このように再開することもできると。で、今このエリアもまだマップが十分に形成されてない初めてのエリアになってますので、少しこう当たったりするということがあります。全工程の掃除が終わりますと、充電ステーションの方に戻りまして、バックで入っていきます。で、終わりますとこのようにお掃除ロボットの中のダストボックスを吸い上げると
まあ、いうことで、まあ、吸い上げた後にこの充填ステーションの中にダストボックスが入ってますので、まあ、そこにゴミが溜まるようになると、まあ、いうことになります。溜まったダストボックスはここの蓋を開けますと取り出せるようになっておりまして、まあ、ここ引き上げますと、はい、このような形で少しちょっと汚いですけれども、このような形でゴミが溜まるような構造になっています。まあ、これ自体はだいたい2ヶ月ぐらい、まあ、掃除の頻度にもよると思うんですけれども、まあ、交換すれば大丈夫なものになっております。またアマゾンとかでも、まあ、簡単に購入ができるものになってますので、すぐ交換が可能になっています。所感になりますが、まずこのロボット人間の代わりとなる性能を持っているかということになりますが、これは持っているということが今回使ってみて分かりました。実際にこのロボット掃除した後の状態を見てみると、非常に人間が、ロボ、人間が掃除をしたと同じぐらいの綺麗さを保っている。確実に言えることは、このロボット掃除機で掃除をした時としなかった時って比べたら、もう全然全く違う状態になっておりますので、確実にこのロボット掃除機としての威力というのはしっかりと持っているなと。で、かつ、ロボットだから、ある程度のところは妥協してもいいよということではなくて、しっかりとした掃除をしてくれる性能というものを持っていると私自身思います。で、今このように椅子の下なんか、下回りなんかもしっかりと4本の足がありますが、4本の足の隅をしっかりとこのような感じで掃除してくれておりますし、従来のロボットですと、この中入るっていうことすら難しいんじゃないかなと思うわけなんですけれど、非常に細かく掃除をしてくれる。で、かつ、こういった絨毯、よくありがちな、このテーブルの下、こういったところすごく掃除しにくいわけなんですけれど、しっかりと掃除もしてくれる。先ほどの机の下と同じ要領で、足の周りも含めて隅々まで掃除をしてくれますんで、これは自分で掃除をする代わりとなる性能をしっかりと持っている、まあ、ロボットではないかなということを実際私自身これ使ってみて感じたところになります。なんといっても今光ってますけど、このヒートフ方式のライダーという光を使った距離測定技術というのがやはりこれ素晴らしいなと思います。これ7万円ぐらいのロボットなんですけれども、もう20万円するようなロボットと、まあ、遜色のないぐらいのコストパフォーマンスっていうものをしっかりと持っていますし、だいたい30分ぐらいで、私のこの 2LDK のこれ今マンションなんですけれども、ここ掃除しっかりとしてくれますんで、だいたいいつも30分ぐらいで終わります。なのでしっかりともうプログラムがあらかじめ組まれていて、まあ、どこを掃除をするのかっていうことをしっかりと組まれた上でのロボットのこの動きによる掃除になっておりますので、常に同じ状態の綺麗さというものを提供してくれるロボットということで、これは非常に使い勝手もいい。特に私シングル世帯なんですけれども、少しでも家事の工数というのを、まあ、減らしたいと、まあ、いうことがありますので、まあ、そういった意味においてはものすごく重宝するアイテムになるネアボット Q11 のご紹介をいたしました。商品の詳細は概要欄に貼っておりますので、興味のある方はぜひご覧になってみてください。また当チャンネルでは車およびカー用品を中心としたレビューを行っておりますので、興味のある方はぜひそちらの方もご覧になってみてください。それでは失礼をいたします。